でもノア君ともやってないと思うんだよね。やってたらしいけど、うん。さあ、実はこの対戦俺見るの初めてなんですよね。割と稲城さん来てるんですけど、俺とかマオシーとかとずっとやってるから、俺マオシー、ソデイカーとか、まあアンソンさんとかとずっとやってるから、小鳥くんとやってるとか見たことないんですよね。まあ言うても関東は荒くねの土地、それなりに荒くね戦は積んでいることでしょう。逆に小鳥荒くねは全くあまり戦を積んでいないはず。これはぶち壊せるぞ。これちょっとやばいな。これはまずいな。いやしかし小鳥くんもかなり荒くね詰めているので、ワンチャン何かが刺さってしまえば終わるという可能性も。あっと、これはジャンビーハリアナを通して、さあ立ち石、こいつは基礎コンボも高い上に一発落下もしっかりやってくる。これも積んでる。これはさあ何が当たった、今もう一回あげらん崩れる、しっかり殺しきる。さあやはり3回小鳥荒くねが触ってしまえば残り2回で殺しきってしまう。これはアテナの常識。さあ護衛護衛ひどいな名前が、護衛荒くねが護衛を全く押してこないが、さあこの荒くねおとなしいぞ。さあジャニビー、やはり稲城さんといえばジャニビー、この踏みつけ、さあカルカルゴークに逃げてリームシャタリ、大変なことになる。ああ踏みつける、それは踏んじゃダメ、マリオじゃねえんだから、ダメダメ。さあなんかゾロゾロ返ってきたな。 2C6 でああ、楽院半分黙って渡れた。チータイク、これうますぎた。バーストタチビー、これはダメ。さあ追い込まれた、終わり終わり終わりと、わあ終わり。さあ先手を飾るはまずは小鳥荒くね、一瞬危ぶまれたがどうってことはない、はめてしまえばどのギャラも一緒。まあ頑張ってくれやって感じ。あーキツネさんね、キツネさんね。さあ01、まずは小鳥くんが一歩先取してる状態。さあチリから、これは持ってる。さあ稲城山で戦法を変えてきたか、ハリケーン下に置いて、さあこれは立ち火確定ですね。エキシダクする、さあ投げ、なんだ今のは、ガーキャン投げ仕込みか、裏に行っちゃったから投げが漏れたか。さあ 50% ある状態でお互いに置き止め、どうする、割れる。さあ小鳥荒くね、やはりこのワンチャンスを逃さない男、素晴らしいですね。なかなかこのレベルの荒くねはそうそういないというか、まあ、こんだけ逃がしてくれないわ、楽でもまあまあ珍しいですね。さあジャンニビー食らってダメージ、しかしこれは警戒しつつ、うわー訳が分からない。さあこれ確定ですね、 6D レベル3まで当ててハリケーンスズ、これはどうしようもねー。いやしかし裏回って、あとミスある。
さあワンチャンス泳ぎまくって三振。あ確定死ですよ処理落ちまだ処理落ちのこのゲーム。あさあパーミューは 6C か 8C かな。さあなんか痛そうなダメージ入って中段当たったものの当たったもののコンボには繋がらず1094からダメージが伸びて伸びて 2D からあーっと本人からあーって声が聞こえた。うわーこれが稲城ジャニビー。なぜかあのジャニビー何も勝てないんです。わからない、これがわからない。さあ泳ぎまくっているか。あーこれは捕まって、いやーガーキャン呼ばれたが何もない。いやさあこれで取り返した形 1-1 ですね。稲城さんがコンボミスするときあーって言われたら重いな。そうシーソーゲームなんだな、シーソーゲームなんだな。あまあ相手の特性が分かるかどうかだな。そうやっぱアトラッシュが強いですよ。うん。さあこれはあーとボラルテはいない。さあちょっと知ってますね。なメーターチェーンが見えてる。ゴエー押してくる、名前の通り。さあ警告はしていたが、ここでゴエーが当たり、どうする、これ何が当たったんだ今わからない。 2B が当たる、これは 6B か、あと珍しいミスが起きたが、さあ何がともあれワンチャンス。あーバスト吐いてくる、タッチ当たる、6周当たらないかのジャンディ、あーインバース、諦めていない。なるほどといったインバース。さあ稲城山根護衛がつながらないと終わりましたね。さあニオキ、しかしミスになる、珍しいですね。やったーやったーやったー、いやーさあ、あこれで楽園ついた。ここしのぎ切れればいいが、バースは無理。さあ難なくとりあえずは小鳥やらくねが一本取り返し、これで 1-2 という形。いや身内壊れてほしいよな、身内壊れてほしいよな。いやマオシーが笑かしてくるからさ、なんなんだよつって。冬ハイジャンバリア解除はねえだろつって、なんだこれつって。なんだかんだ言っていたら稲城さんが画面やし、これは非常に苦しい展開だが、稲城さんもまあ実質身内みたいなもんなんで、どっちが壊れても俺的には損ではない。いやー誰もが喜ぶ気がせーな、素晴らしい殺しきっている。
小鳥荒くね、着々と稲城山根を壊していってるか、分解している。あとこれは相打ち、ナンビさあ泳いでる泳いでる、ハリケーンからのジャンロクシーか、あはははもっかい踏みつけ、あーこれはダメ、まずい、非常にまずい状態、うわー、さあ確定じゃない、確定じゃない、あーとデンジャーですぞー、デンジャーですぞー、あー何かが起こるちゃんと取れまして、さあ竹の子林、西立ち、ジャンビーから画面味 6D 置いて、しかしディレイ受け身、さあちゃんと拾ってますね、さあボリ倒してくる、うわー危ない、ハリケーン指導めっちゃ減るんでね、危なかった。さあジャンビー落ちてきた、ハリケーンジャンシー釣り倒して、ジャンシー、またもやミス、しかしジャニビッカのライブ、うわーライブじゃない、なんだっけあれ、あーはーさあこれなんだかんだで 2-2 ですね。いやー、持ってきたお土産が美味しかっただけに残念だなっていうそう、ヨガオのレーズンサンドめっちゃうまかったのにさあこれで 2-2 ですねいやー、これもまた長い誤差になりそうだなこれも長くなりそうだなさあお互いにアウトボクシング厳正試合っているが、状況としてはやはり荒くてリムがあるか、さあ2位当たりバースト吐いて、じゃんえじゃんえじゃんえ、ペチンペチンピンとしただけ、タケノコ GB ジャンビー打ってきて、バックステイ、バックスイーゼロしてますね、見入ったか 6D パラシ見るものの、さあミリ足りないが立ちで、そうですね、これで終わりですね。さあ下段タク通る、車輪から落として、とりあえずのこのラウンド小鳥荒くねが選手していく、さあタッチ B から不器用なところをタッチで拾っている、さあ先手取るわ、しかしこれは画面足に近いか、まあギリギリ、タケノコタッチ前捨て潜ってタッチ、さあ一発楽園からどうする、何が当たる、わからん、あでっかい、あーなんか当たってる、さあ一瞬で飲み込まれていった、これで 2-3 いまだシーソーゲーム、取っては取り返しているお互いの強みが生かせる場面になったのも一瞬なんですけどね、
さあ魔王原イザナミニヤニヤしながらコーラを買ってくる。完全に観客席だ。さあここで選手できれば小鳥アラがねかなり美味しいんですけども、美味しいんですけどもっていうか放送時間的にも嬉しいんですけどもここで八木さんが取ってしまうと延長しなければならなくなってしまう。非常にそれだけはもうやめてほしいか。あーうわ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 ー、小鳥荒くね放送の終わりにリーチをかけていく。アーキティブロー入ってるのでダメージ計算バッチリ。いやー6000ダメージ、いいキャラですねこれ。さあ切り吐いて切り吐いて、あーと竹の子生やして終わったー、終われたー、終わったねー、うわーうわー。さあどこでバースを吐くかといった感じ。たつみこれは確定ですね。ジャッカー電気体、あまねの必殺技は全部なんか戦隊ものなんで、ジャッカー電撃隊は、あそう言うてる場合じゃなかった。うわなんだかんだで稲城山根が一本。さあこのラウンドによって放送を延長するかしないか決まってしまういやー小鳥くんが、いなきしなかったね延長あー絶対ダメなのにかかった。うわーうわー処理を外戦ってる、処理を外戦え、うわーなんなんだよー、うわーガーキャンガーキャンだか、あーいやいや、これはプログラマーがありよ。プログラマーっていうか、制作段階でかな？うん。さあ、開幕先手を掴んで、状況を使っていくは荒くねだが、さあ、稲城山ね、自分のキャラにびっくりしている？うわあ！うわー危ない、いやガードしてる、あービンタであっち行けといった感じ。タケノコ生やして、うわー稲城ジャンニービーですね今の。稲城ジャンニービーとはあーでもこれ言ったらネタバレになっちゃうとダメだな。タケノコ西あとさあこれは熱波狩り連携、暴れるな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 、重たいぜ、あーラスク、あーシャブリーのやつ、さあ選手しているは稲城山根、そして2ラウンド目取るも稲城山根か、ジャニビー勝ちしていく、しかし間に合っていない。ハリケーン竹の子を生やしてうえー、さあうーんガルエーバースを使って逃げ、あー立ち上がれ絶妙ですね。延長、いやでも残り11分だから
まだギリギリいけるよ。タケノコタッチビータッチ6シミスとなる。あーこれはやってしまったか。あーなんか言ってるあいつ。やだやだやだ。あいいあいいいいよ。あー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 やばいやばいやばい。あーこれは前世。いやーこれはしっかりつらいね。いやーやっとだな。やっとシーソーゲームじゃなくなったな。これは放送時間間に合いそうだ。いけそういけそう。それじゃ残り10分だからよ。今4-3っすね。4-3。ここで小谷君が巻き返せばもう俺諦めて延長30分延長します。いやできればきっかり9時に終わってほしい。さあまず稲毛山根が開幕立ち見。いいですね。ジジあー引っ掛けた。バーソーさあ先に使った。この側馬こそがやはり稲城さんの真骨頂。一生立ち回りの勝負。さあこれは危ない。どうだ。いやー稲城さんにビーここに敗れる。さあどうだ。ミスらなければ小鳥くんがこのまま。あーガーキャン仕込みですよこれは。さあ非常に小鳥くんこれは悔しい結果ですね。一番言いましょったんですけども、ジャンビー押してきてミスらなければ、ミスらなければもう一回。あとミスってる。あーうらしい虫バーストを吐いていく。危ない。あーこれはーバースト吐いて。うわーこれはやってしまった。あー稲城山のリーチですね。さあ小鳥くんここはが、うよなにやってんだ。うわ前転今のは分かってた感じ。立ち 6B から、6A 落として前転をダメ。さあ 6B でちゃんと DM シャドしてますね。あーしまった。さあちょっとミスが多くなってきたが、これまあや言うのやめとこう。さあアクティブロー入ってるので死にますね。さあ、うまいか。あーと楽についた。あー中段卓。さあ楽インゲージ的にはあと1回崩せば終わってしまうんですけども、バーストがあるので、うわーうわー、うえー長いよこの後先。4-4 残り6分残り6分終わる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 
いや終わらんかったら、まあアテナのなんか告知時間がなくなるだけだからまあそれはそれで熱いご先をお届けできていいんじゃないかなと。さあナークインがあとメリヘで溜まってしまうところを絶倒で前に飛ぶ、非常になかなか勇気のある行動。さあしかしこのアマネね、ちゃんとオーバードライブの範囲内に入ってこないんで、いやー入ってきた。しかしここはエクシードアクセル安定からの切り返し、何するとおっとユーマ、あー逃げ、あー逃げれた、あー関東勢いっぱい来てます、関東勢いっぱい来てます、まあまあ来てます。うわーわー、ジャン 6C から捕まえてワーストもないので今のうちに攻めるしかない。あー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 先ほどの深海、さあ小鳥くんを壊れてほしいが、ああ6で当たる、タケノコどうだ、逃げる、さあ楽園が終わる、あーデンジャーだー、デンジャーだー、うわー捕まったー、うわー処理落ち、キャラ相性がまずシステムによって変わってるよ、うわーうわーうわー、なんでだー、なんでだー、無敵あんだぞその技。さなぜか総裁が取れているジャンニービー、よくわからない。さあ確定、ここはエクシーアクセル、パーミオからログリー、さあミスってタチリからの西白井はこれは即受け見している。さあ攻めに来る、パミュータム受けてタッチ、ニーシー、あーグラフィングが止まる、さあバック、おおパワーですね、いない、あーこれ、あー走っていく、さあ先にアマネが捕まる、ああ終わりましたね、これはこれは間違いなく終わりましたね。ああうわあギリギリ勝ったのは小鳥荒くね、おめでとうおめでとう古いよー、褒め方